こんにちは、デリッシュキッチンです。ネギ豚塩レモン鍋を作ります。豚バラ薄切り肉 300g は食べやすい大きさに切り、塩コショウ少々で下味をつけます。白菜1/8分の1個も食べやすい大きさに切り、ネギ1本は小口切りに、ニンニク2かけは薄切りにしましょう。ネギ塩だれを作ります。ネギ1/2本をみじん切りにしましょう。ネギをボウルに入れ、塩小さじ1/2、レモン汁大さじ2、ごま油大さじ3、鶏ガラスープの素小さじ1/2、水大さじ4を加えて混ぜましょう。鍋に半量の白菜を入れて、半量の豚肉とネギを乗せます。もう一度白菜、豚肉、ネギの順に乗せ、鶏ガラスープをかけてニンニクを散らし、蓋をして中火で熱しましょう。煮立ったら弱火にして10分煮ます。ネギ塩だれを回しかけ、蓋をしてさらに5分煮たら完成です。お好みで胡椒を振ってお召し上がりください。以上、デリッシュキッチンでした。